当社は日立製作所のグループ会社としまして、情報通信事業を、やっております。その中でも、お客様、公共システム、公共分野に特化した ICT サービスの提供しているところが強みとなります。求める人材としましては、お客様とコミュニケーションを取ることが非常に多くなりまして、コミュニケーション能力を、持った方を、募集しております。志津大生に期待することを教えてください。志津大の学生さんに期待することとしましては、やはり情報通信事業というところで、情報に興味を持った方というところに期待をしております。と工学部さんとか、あと情報学部さんがメインとなるかと思います。現在ですと大体20名ぐらい、当社に実績としてはあります。ただちょっとここ数年ですね、ちょっと実績がないものですから、ぜひこの機会に、とは思っております。